ちりとり鍋は、ちりとりに似た、正方形の浅く平らな鍋を使う鍋料理の名称。ホルモンの鉄板焼きから発展した料理及び、調理器具であり、具材として鉄ちゃんを用いたことから、鉄ちゃん鍋、ホルモン鍋とも呼ばれていた。石川県松藤市、持つ鍋うさぎの、ちりとり鍋元来は鶴橋などのコリアタウンで飲み、提供されるローカルフードであったが、2000年代に、 マスコミに取り上げられ、全国的に知られるようになった。大阪市幾野区にある万歳橋という鉄板焼き屋の店主が鉄工所を経営しており、そこで製作されたステンレス製の鍋の質感と形状がチリトリに似ていたことから、チリトリ鍋と呼ばれるようになったという説がある。韓国風すき焼きとして紹介されることもあるが、韓国や朝鮮民主主義人民共和国には、 存在しない日本発祥の料理である。タレで下味をつけた牛肉や豚肉、各種のホルモンとネギ、ニラ、玉ねぎ、もやし、キャベツなどの野菜を浅いステンレス製の鉄鍋で調理する。味付けは醤油、味噌、みりん、ニンニク、コチュジャンなどを用い、キムチを加える例もある。現在はホルモン類に限らず、鶏肉や魚介その他の素材を使用したり、 塩だれやカレー風味、豆乳ベースなど様々なバリエーションのチリとり鍋が見られる。家庭料理のレシピとしては、ホットプレートを用いた調理法なども紹介されている。AB、チリとり鍋、郷土料理物語、グルタビ、ナノアソシエーツ、2018年6月8日閲覧、大阪鍋物ご韓国風すき焼き、チリとり鍋とは 大阪鍋物ごちりとり鍋山木ごま豆乳のちりとり鍋半球オアシス。ありがとうございます。